未来の自分に手紙を書いた友と一緒にあの丘に埋めた人間社会学群4年生のメカルアヤです。県外の大学に進学したいっていうのはずっと思ってて、高校でサッカーをしていたので、その時に獨協大学のコーチの方が練習見に来ていて、それで姫路獨協大学を知ったので、きっかけはそれですね。今は経営の勉強をしていて、その経営の先生がいろいろ話す企業の話とかで興味を持って、マーケティングだったり経営戦略とかそういったお勉強です。大学に出てきた時は一人だったので、話さないと友達ができないっていう状況だったんで、友達を作るきっかけとしてオープンキャンパスでは大学案内の学生スタッフをやってます。1年生の時は普通に正門で受付したり、高校生の案内したりっていう仕事をしてて、2年生になってから学生スタッフの代表リーダーっていう立場で活動していました。人前で話す感覚が身についたので、この授業とかでもプレゼンをしないといけない授業もあるので、その時にはめちゃめちゃ褒められることが多いですし、就職活動の時でも面接の時とかにこのプレゼンだとか人前で話す能力は活かせたと思います。大学での経営での勉強では、ニーズだったり差別化っていう勉強もしてるんで、その営業職に就いた時に商品が他社とどう違うとかもしっかり伝えれるようになると思いますし、そのオープンキャンパスで高校生と話をするっていう経験は、高校生が何を求めてるかです、自分たちの大学が何を提供できるかっていうのをちゃんと話しする訓練にもなったので、それは商品とお客様に変わっても同じことだと思うので、就職後も生きると思います。